つ口茂さんといえば、太陽に吠えるの山さんというイメージでしょう。山さんこと山本刑事は、主婦層から理想の男性だと、絶大な人気を得ていました。つ口さんは、真面目で愚直、ストイックな性格で、俳優業にも真摯に取り組まれていました。積極的に監督とディスカッションを行い、妥協を許さない面もあったようですね。 しかし、その一方、現場では表金で冗談を飛ばしたりしていたと言います。演技に行き詰まっている若手には、さりげなくアドバイスをするという優しい一面もあり、若手俳優には心強い存在だったのだろうと推察できますよね。そんなつ口さんには、多くの CM のオファーがありましたが、シャイな性格のため、 何かと理由をつけて断っていたようです。さらに、マスコミがあまり好きではなく、写真、インタビューを断りをキャッチフレーズにしていたほどで、出演作品以外の記事はとても少ないようです。近年はテレビなどへの出演が減ったことで、梅口さんの死亡説が流れたこともあったようですね。確かに、 1995年以降はドラマなどには出演されていませんが、2021年現在89歳の梅口さんは奥様とお二人で暮らされています。2009年には週刊文春のインタビューに応じられていて、どうしてもというオファーがあれば出演したいと話されていました。その4年後、2013年、 週刊女性のインタビューでは、毎週ゴルフをする生活を送っていることを明かしています。一方で、役者としてもう一度ということは特に考えていませんと話していて、事実上、俳優業からの引退とも考えられる発言をされていました。その記事には、つ口さんに親しい人の話として、オファーは多数あったものの、 復帰してまで演じたい役がなかったようだと書かれていました。つ口さんにとって魅力的な作品や役柄に出会えれば出演される可能性もあるということですよね。2021年現在89歳になられたつ口さんはゆったりした生活を送られていることでしょう。人気俳優だったつ口さんですが、 プライベートに関することはほとんど公表されず、私生活の様子や家族のことなど多くが謎に包まれていたといいます。太陽に吠えろに出演されていた頃に結婚されているのですが、周りには伝えておらず、スタッフや関係者でもつ口さんの結婚を知らない人が多かったそうです。つ口さんと奥様の間には、 娘さんが一人生まれています。2013年のインタビューでは、娘さんは仕事の関係でアメリカに住んでいることが明かされました。また、結婚されて子供も誕生しているようで、年に一回孫に会えることをとても楽しみにしているとも話されています。梅口さんは孫に会うために英会話の勉強を続けられているそうです。 孫のためにという張り合いが元気に過ごせている秘訣の一つなのかもしれませんね。ここで、つ口さんの経歴を見ていきましょう。本名、つ口茂る。青年月日、1932年4月8日。出身地、東京府東京市生まれ、愛媛県育ち。血液型、B 型。 身長175センチ。趣味、クラシック音楽鑑賞、ゴルフ。出身校、愛媛県立松山東高校卒業。愛媛大学分理学部中退。つ口さんは現在の東京都で生まれましたが、太平洋戦争の影響で疎開した両親のふるさと、愛媛県で育ちました。進学した、 愛媛県立松山東高校では、一学年下に映画監督の伊丹十三さんや、作家の大江健三郎さんがいたそうです。高校時代の露口さんは、スポーツ万能で、水泳や陸上、ラグビーをしていて、バスケットボール部では国体代表選手になるほどだったとか、高校卒業後は、 愛媛大学分理学部に通いながら NHK 松山放送劇団の劇団員としてラジオドラマに出演されていました。運動神経がいい上に劇団員としても活躍されていて、つ口さんの多彩な才能に驚きますね。つ口さんは大学を2年で中退し、1955年に劇団俳優座、 演劇研究所付属俳優養成所に第7期生として入所。養成所では井川久志さん、田中邦江さん、藤岡重慶さん、山本学さんたちが同期でした。1957年に NHK のテレビドラマ東京の虹でデビューを果たしています。1958年、 俳優座養成所を卒業して劇団新人会に入団。劇団新人会在籍中の1959年、日活映画逃亡者で金幕デビュー。しかし、1960年には劇団新人会から分裂し、俳優小劇場を結成しています。結成メンバーは、つ口さんのほか小沢昭一さん、 小山田宗則さん、小林明二さん、山口隆さん、山谷初男さんらでした。俳優小劇場は1971年に解散するまで小劇場を中心に活動していました。梅口さんは解散後、ドラマや映画に出演するようになり、ドラマザ・ガードマンやキーハンター、ミト・コ門』モンなど、 人気ドラマに出演して、個性派俳優としてのポジションを確立していったのです。つ口さんがドラマ、文後取物絵図で演じた牛吉役の演技がプロデューサーの目を引いたことが、太陽に吠えろへのオファーにつながり、1972年から山村刑事役として14年間出演しています。つ口さんは、 ドラマだけでなく、海外ドラマの吹き替えや、ジブリアニメ、耳をすませばのバロン役など、声優としても活動されています。ジブリアニメ、耳をすませばのバロン役は、宮崎駿監督から口説かれたものの、声優を引き受けて、うまくできるだろうかと躊躇したそうです。しかし、つ口さんは、監督の魅力と人柄に触れて、 引き受けることを決めました。ラジオドラマ時代から活躍されていたこともあって、吹き替えや声優の仕事には定評があり、その声が好きというファンも多いようです。梅口さんは現在引退状態だとわかりましたが、何かのタイミングでお元気なお姿を見られることがあるといいですね。 最後までご視聴いただきありがとうございました。